それはロボ部の魂がこもったロボットなの。お姉ちゃん、やめてアクション。アキちゃん、大丈夫？怪我は？まさか発作を起こした？さあ、捕まって。潜ってあげるから。
バレルの最終話で見たな。グランドオベリスク。え？グランドオベリスクだよ。頑張れるの最終話そのままだ。そんなの昨日までなかったよね。あるわけないよ。だってアニメの中に出てくる軌道エレベーターなんだし、現代の技術力じゃとてもじゃないけど作れない。じゃああれは一体どうやって。なあ、ハキちゃん、ガンバレルの最終話ってどんな話だっけ？軌道エレベーターのグランドオベリスクは太陽を攻撃して、地球は太陽爆発による太陽フレアで焼き尽くされて、敵もろとも壊滅を。プロジェクトアテム。まさか本当に撃つつもりじゃ。ここで予定を変更して緊急ニュースをお伝えします。先ほど午後2時50分ごろ、関東地方に史上最大規模の太陽嵐が到達した模様です。現在関東地方全域であらゆる電子機器が使用不可能な状態となっているとみられます。太陽嵐には人体に深刻な影響をもたらす X 線も含まれている可能性があります。外を歩いている方はなるべく安全な場所に避難してください。こちらの映像は今からおよそ10時間前に NASA の太陽観測衛星ソーラーダイナミクスオブザーバトリーより撮影された太陽の様子です。巨大な太陽フレアが無数に発生しているのがわかります。今回の太陽嵐は2015年9月や昨年11月に到達したものよりも大規模なものだと予想されます。日本だけではなく世界各地でも被害が出ているとみられます。そちらについても情報が入り次第お伝えします。今新たなニュースが入ってきました。消防庁の情報によりますと、東京都港区お台場地区一帯が崩壊し水没の危機にあるとのことです。太陽嵐との因果関係については現在のところ不明です。こちらはお台場に設置されたライブカメラの現在の映像です。首都高速湾岸線が完全に水没している様子が見られます。また奥に見える建物は東京万博が開催されている万博アリーナですが、屋根が崩壊しているのがわかります。お台場では東京万博が開催されており、今日も多くの来場者でにぎわっていました。繰り返しお伝えします。今日午後2時50分ごろ、関東地方に史上最大規模の太陽嵐が到達した模様です。
バイバーン、作戦開始時刻です。最終判断はゴー。了解、ハッチ開きます。ワイバーンより各員、これより作戦を開始する。東京、ニューヨーク、ロンドン、トロント、上海といった主要都市はいずれも大規模な停電が発生している模様です。また市民による暴動が起きている地域はロサンゼルス、リオデジャネイロ、カイロ、ヨハネスブルグ、アムステルダム、ベルファストなどで。未確認情報ですが、ニューヨーク、東京、北京、ロンドン、パリ、ベルリンなど多くの都市でサービスロボットの暴走事故が多発しているとの情報が。いわゆる君島レポートと呼ばれる告発文書によれば、今のこの状況では世界のどこでテロが起きても不思議ではないんですよ。各国の警察や軍は警戒を強める必要があります。これだけ世界で同時多発的に混乱が起きるなんて、あの15年クラッシュでもなかったことですよね。最悪の場合、21世紀の世界大恐慌が発生する可能性もあり得るでしょう。そもそもこれまで何度も太陽嵐は来ていたというのに、その教訓を全く生かせてないじゃないか。この国のお役人は一体何をやっていたんだ。今回の太陽嵐到達による死者、行方不明者は現在のところ不明です。 NASA は太陽の異常活動において日本時間25日未明から本日にかけて計4度の声明を発表しています。太陽では現在 X クラスの猛烈な大規模フレアが最低でも439回以上発生しており、秒速 2000km 近い高速で強大な太陽嵐が順次地球に到達しているとのことです。昨日未明に観測された時点でアメリカ政府は速やかに各国政府へと情報は伝えたということですが、日本ではなぜその情報が事前に国民に周知されなかったのかについて、山西官房長官は、誠に遺憾であり原因を究明すると述べました。次に、はい、新宿駅からお伝えします。現在、公共交通機関は全線が運休しており、駅の前は電車に乗れない人たちであふれかえっています。駅員の方の話によりますと、ほとんどの電子機器は正常に作動しているのですが、一部で異常が発生したため、念のために全ての電子システムを点検中とのことです。復旧のめどは今のところ立っておりません。あと2時間ほどもしますと、仕事を終えて自宅に向かう会社員の方々が駅に殺到するとみられ、さらなる混乱が予想されます。こちら、汐留のライブカメラの映像をご覧ください。お台場方面から黒煙が上がっているのがお分かりいただけますでしょうか。お台場には富士山テレビの社屋があるのですが、現在一切連絡がつかない状態です。またネット上の一部情報では、東京万博お台場会場で大きな爆発が起きたとの情報も流れており、テロが起きている可能性もあることから、お台場へ通じるレインボーブリッジは安全確保のため封鎖されています。首都高速湾岸線は全線通行止め、ゆりかもめ、臨海線、アクアライナーも全線運休となっています。ただいま情報が入ってきました。アメリカ政府は先ほど、クレイン副大統領が交通事故に巻き込まれ重傷を負ったと発表しました。詳しい安否については不明です。テロの可能性もあり調査中とのことです。こちら、東京世田谷区の多摩川河川敷です。見てください、空からたくさんの鳥たちが垂直に墜落してきます。川に落ちてものすごい水しぶきを上げています。あ、危ない、これ離れないとまずいって。ああ、松戸さん聞こえますか。松戸さん、
どうぞ。なんで電話が繋がらねえんだよ。くそ、119番もダメだ。これじゃ救急車呼べねえよ。
つ。イト君、アキオちゃん、社長、二人とも無事だったか。心配したぞ。社長も無事でよかったです。もういいんちゃん。あとインコも。わしはな、ちょうどタクシーでお台場に到着した時に異変が起きてな。それから君らを探しながらうろうろしとったんじゃ。光彦はおらんのか。行方不明ですよ。連絡取れませんか。わしも何度も電話してみたが全く通じん。それよりネットは見たか。お台場が崩壊したとかなんとかっちゅうニュースで賑わってるの。まったく何をわけのわからんことを言っとるのかっちゅう気がするが。デマでしょ。電子機器が使えなくて情報が錯綜してるんだと思います。それにしてもマスコミまでそのデマを鵜呑みにして報道しちゃってるのはどうかと思いますけど。うん、電子機器が使えなくてか。しかしのカイト君、不思議とは思わんか。わしらは今普通にポケコンを使えとるんだぞ。え、去年太陽嵐が東京を襲った時にはポケコンだって使い物にならなくなったって聞いたけど。どうもわしは気味が悪くてな、狐につままれたような気分じゃ。それとな、さっきイルオのストリートビューイング機能でこの辺りを見てみたんだがの、どうもおかしい。おかしいって。まあ見てみ。うわ、なんだこれ。
これ万博アリーナ以外は全部捏造じゃないか。笑えないな。ずいぶん手が込んどるじゃろ。こんな真似をするのはどこの誰じゃろうの。医療にアップされた崩壊画像がデマの発信元かもね。マスコミがこれを本物だと信じてヒステリックに報道しちゃってるせいでデマがますます拡散してる気がする。まさかこれもプロパガンダ。他の場所はどんな状況でした？東京にはロボットが多いの。これまで10日ほど滞在しとってあまりそのことを意識せんかったが、今日は特に強く感じた。この街はロボットだらけじゃ。またロボットたちが暴走。いや、人を襲うようなところは見とらん。ただ台場駅が封鎖されとってな、そこで封鎖の案内をしとったのがロボットだった。立体駐車場も出入り口でロボットが封鎖しとったから誰も車を出せなくなっとったよ。レインボーブリッジの入り口も同じじゃ。危険だから通行禁止とロボットが説明しとったの。まるでロボットたちの手でわしらはここに閉じ込められとるような気がしてな。少しゾッとしたもんじゃ。単なる考えすぎじゃろうがの。ボインだぜボイン。それよりあのでっかい柱は一体なんじゃ。グランドオベリスクだそうですよ。あれは本物なのか。幻とか蜃気楼のようには見えないです。あの根元まで行ってみるのも手かもしれん。近くで見てみたい。結構距離ありそうですけどね。社長、しばらくここでアキちゃんのこと見ててもらっていいですか。ん？おお、構わんが、カイト君はどうするんじゃ。ちょっと周囲を見てきます。そうか、気をつけてな。危ないことはするんじゃないぞ。アキちゃん、すぐ戻るから社長とここで待っててね。ほんとすぐ戻るから大丈夫だって。
姉ちゃんがいないの。消えちゃった。あいつは…行くか。辛かったよね。よく頑張ったわね。あのね、実はあまりよく覚えてない。そう、そうなのね。そうなるわよね。意識なかったんだから。でも秋のいない3日間は私にとっては寂しくて寂しくて、世界から色がなくなってしまったんじゃないかって思えたくらいだったのよ。秋が目を覚まさなかったなら、私は一生でもここであなたの手を握り続けていたわ。ありがとう。目覚めてくれてありがとう、秋。
私はあなたのことが大好きよ。秋は何をやっても平凡止まりなのよ。秋、大きくなった。秋、ロケットの打ち上げは。動くな。君か。怪我してたんだね。
瀬ノ宮が派手にやらかしてくれたおかげでな。だからそんなもの構えなくていい。元から君に危害を加えるつもりもない。安全装置をしておけ。暴発しても知らないぞ。救急車は来ないかな。怪我の治療はできないよ。悪いけど。気にしなくていい。一応応急処置は自分でした。と言っても血を止めただけだな。これは沈黙の兵器、魔法の正体というところだ。どういう意味？君は種子島に住んでるんだろう。そして君島レポートを集め世界中に拡散した。それならわかるはずだが。なんで俺が拡散したって知ってるわけ？ネット上でもまだ特定されてないはずなのに。君についてはロボワンで初めて見た時からずっと監視をつけていた。何のために？被験者の追加調査といったところだ。俺が被験者だっていうの？あんた俺に何を？私は何もしていない。何もな。じゃあ電磁波照射だ。はあ？君は電磁波照射実験に巻き込まれたことがある。そのことを言っている。その時に使われたものと同じだ。そこに転がっている装置はな。この会場内にいくつも仕掛けられている。おそらくここだけではない。お台場のあちこちに密かに設置されているんだ。また！ちょっと待った！何いきなりさらっとすごいこと暴露しちゃってるわけ？電磁波照射実験ってなんだよ？それで何が起きるんだよ？お台場にいっぱいあるって何がどうなって？魔法だよ。君は見ていないのか？海から生えたあの巨大な塔。グランドオベリスクのこと。お台場にいる人間は全員あれを肉眼で視認しているが、惑わされるな。あれは幻影だ。肉眼で見える AR のようなものだ。な、むしろそう思わなかったことが不思議だな。私はあの規模の建物をほんの数時間で建てたとでも。だけどみんながみんな同じ幻覚を見てるなんてありえるわけ？そのための装置だ。電磁波を照射して集団に幻覚を見せる装置。でも羽もね号じゃ俺は幻覚なんて見てない。それどころか変な発作の後遺症ができただけだ。10年前その装置のデータは一度失われたと聞いている。
渋谷自身の時にな。故にアネモネ号の時は未完成状態で実験をしていた可能性も高い。俺やアキちゃんは人体実験の実験台にされたってことかよ。最初からそう言っている。なんだか勘違いする。その実験を行ったのは私ではない。すでに、あんたは300人委員会の人間じゃないの。私のことをどこまで知っている。あんたの父親は旅ストックの特別顧問だってことだよ。そうか。ヒドゥンハンド。神の見えざる手、そしてカゴメカゴメ。どちらもイルミナティに関係したキーワードだ。気づいていたか。イルミナティ。200年以上も前に存在していた秘密結社にして300人委員会の元にある者たちだよ。カゴメカゴメはダビデの星を暗喩すると言われている。いや、だってカゴメカゴメって日本の童謡だよ。200年以上も前と言ったぞ。300人委員会もイルミナティだ。その設立は1700年代だ。日本は当時まだ江戸時代中期だ。見えざる支配者たちならば当時黄門教と言われたこの極東の地にもその触手を伸ばしていたとしても何も不思議だ。じゃあ一斉にみんなの駆け込んでカゴメカゴメが鳴り出すのか。300人委員会の仕業ってわけ。実験開始の目安というのが今のところの私の予想だ。実験。私たちは今地球規模で捏造された現実を見せられている。プロパガンダと言い換えることもできる。より強力な洗脳どころか現実をもねじ曲げるレベルのものだが、今この瞬間ありとあらゆるプロパガンダがリアルタイムで起きている。そうして人々の現実はねじ曲げられる。情報操作による人為的パラダイムシフト。これまでの実験は全てこの日のためにあったと言ってもいい。これはプロジェクトアトムの前兆だ。情報を操作したからってどうなるわけ。お台場が崩壊したなんて情報は一日もすればすぐに嘘だって判明して世界中に拡散されるよ。こんなことで何十億人も虐殺できるとは思えない。この数時間の世界規模の混乱は何が原因で引き起こされたものかわかるか。太陽嵐でしょ。これまでで最大規模なんだ。15年クラッシュの時より強力だから電子機器も使えなくなってそれで混乱。太陽嵐など来ていない。はあ、だって NASA がデータを公表してたよ。マスコミだって増報道。 NASA は設立当初から300人委員会を進めた。マスコミについても論外だ。彼らこそ情報操作の先兵の隊だ。太陽嵐は来てない。だが今や世界中は太陽嵐の到来という誤情報により狂乱状態だ。これこそがプロパガンダのもたらした捏造された現実だよ。君も今まさにそれを体験しているではないか。
巨大な柱から放たれた光、虹色に輝いた空、お台場が崩壊したと騒ぎ立てているマスコミにもかかわらず、我々はこうしてここで普通に話している。ポケコンも普通に使うことができる。捏造された現実。お台場が崩壊したなど普通は誰も信じない。だがポケコンとイルオの普及が、そのいかにも嘘くさい情報操作をあっさりと世界中に信じ込ませた。イルオは今や世界の人々にとって現実よりもリアルだからな。そこに崩壊したお台場の画像がアップロードされれば、イルオユーザーのおよそ半分が信じたとしても、それだけで10億人超だ。その数の人間が信じれば現実は揺らぐ。人が相互に持つ情報などそれだけ曖昧ということだ。捏造された情報は簡単に現実と取って変わることができる。人間の歴史を見てみるといい。歴史は常に勝者が作ってきた。それが今も変わらず行われているという、それだけのことだ。ポケコンやイルオまで陰謀に組み込まれてるって言い出そうだけど、そんなのいくらなんでも飛躍しすぎでしょ。じゃあロボットブームもそういうプロパガンダなわけ。そう。頑張れるというアニメの人も、それに続くロボットブームも不自然なことは思わない。ロボットアニメはこれまで無数に作られてきた。それらと比べて頑張れるがあそこまで爆発的なヒットを飛ばした理由は何だ。ロボットブームは頑張れるよりさらに不自然さが際立っている。二足歩行ロボットは所詮日本でだけ培われてきた文化に過ぎない。世界的にはニッチな研究分野なんだ。軍事への転用を最優先にしたアメリカなどは二足歩行ではなく四足歩行や六足歩行を選択した。ロマンだけで企業が動くことはない。にもかかわらず、この数年で二足歩行ロボットを研究する企業が爆発的に増えた。裏で委員会が動いたと見るのが妥当だろう。莫大な金が動いた形跡もある。300人委員会がロボットを推す理由は、プロジェクトマルスの実現だよ。プロジェクトアトム成功後、10億まで減った人類社会を維持するための二足歩行ロボットの技術向上といったところか。いずれにせよ奴らの目的はただ一つ、プロジェクトアトムの完成だ。その X デーは今日から数日の間だろう。この数日で50億人が死ぬか死なないか、その命